緊張しなくて大丈夫です。皆さんこんばんは、だるま屋六代目です。今日は、展示会に来ていただいた捨松の木村智也さんとコラボ動画、前回ってか結構前か、京都に行った際のね、動画見ていただいた方もいらっしゃると思うんですが、今日は平塚に、木村さん登場ということで、捨松のね、帯の特徴とか、まあ、商品いくつか、紹介したいなと思っております。よろしくお願いします。はい、ちなみに木村さん の、 あの経歴教えて。経歴経歴どう言えばいいでしょう。まあ今36歳です。え、そのまま、まあ、学生からいきなり入ったんですか、捨松。いや、まあ、普通に大学を出て、まあ、一度違う、まあ、仕事というか、まあ、西陣の産地の問屋さんの方に入って、まあ、そこで、まあ、3年ほど働かせていただいて、でそれから一回ちょっと違う仕事をしてから、まあ、戻ってきてます。その違う仕事って何してたんですか。は大阪の方でちょっと営業をやってたんですか。はい、そのもともとその捨松を継ごうと思ってました。まあそうですね、強く思ってたわけではないんですけど、ずっとまあやっぱり親戚一同の集まりも、まあ集まったら捨松の社員なんで、はいはいはい、まあそのね仕事の話になってくるんで、やっぱりその中でこうなんとなくやるかな、頭の中にはずっとありました。あ、ちょっと似てる感じかもしれないですね。はいはい、え、ちょっと待って、その智也さん以外に継ぐ可能性のあった人っているんですか。まあ、兄弟とか、どうなんでしょう。一応まあね、あの僕ら世代の、まあ、その各、まあ、父世代とか兄弟の子供とかっていうのはいたんですけど、はい、その智也さんがやるだろうなと周りも思っていたみたいな。そうですね、まあ、僕らが生まれた時代っていうのはまだその男が継ぐっていうようなこともあるんで、はい、まあ、その世代でいうと、まあ、男はもう私一人だったんで。なるほど。はい、でじゃあ何年ぐらい社会人別の仕事して。5、6年ですか。そうですね、5、6年ぐらい。じゃあまさに僕と近い境遇ですね。この大学出て民間企業4年働いて戻ってきたんで、はい、近しいキャリアですね。ほぼほぼ同じですね。はい、ね、珍しいですよ割と。どうなんだろうな、どう、その同じ同業でいきなりやった人もいるけれど、どうかな、外から入ってきた人の方が目立ってる感じしますけどね、ネットの世界では。なんかそのいろんな人いますけど。ってことで、まあ、今日は捨松さんの帯をねいろいろとお見せしたいなと思うんですが、何から行こうかな、何から行きますか。ちなみに捨松さんのこう他と異なる特徴って どういうところがあるんですか。まあまずそのお客さんとか、まあそのまあ、業界の方に言われるのはやっぱり色と柄ですね。はいはいはい、まあ、配色も捨松配色って言われたりすることがあるような、うん、まあ、割とこう多色使いの、確かに、まあ、はい、色使いで、で、まあ、あとその図案の個性なんかもそうなんです。変わってるでしょ、真ん中の白の帯とか変わってません。これね、鳳凰、まあ、極楽鳥みたいな鳥ですね。はい、極楽鳥って存在する鳥ですよね。極楽鳥は、極楽鳥、はい、います。色も確かにインパクトありますもんね。はい、もともとの図案をその自社で描いてるっていうことが、まあ、一番の特徴で、まあ、西陣っていうのは分業制なので、まあ、普通はあの図案家さんというその専門職の方が絵を描かれていて、うんうん、まあ、我々みたいな織屋がその図案を買ってくるっていうのが、まあ、通常の流れで。今もそれやってんですか、図案屋さん。今そうですね、図案家さん、はい、おられます。で、まあ、その、まあ、昔、まあ、今もあるんですけど、図案会っていうその、まあ、図案家さんが何名か集まってその図案をこう展示して、でそこにこう織屋がいて、まあ、入札していくっていうようなシステムもありますし、うんうんうん、もうあの図案家さんに直接、まあ、オーダーをかけるっていうようなあのところもあります。その図案をオーダーするときって、まあ、こんな感じでみたいなのは伝えるんですか。そうでしょうね、まあ、僕らはもうやったことないけど自分たちで書くので、はい、まあでも中、まあ、その進め方としては一緒だと思います。僕らもその、まあ、最初にアイデアがあって、こっちからこんな感じの帯が作りたいって言って、じゃあこんな感じでっていうような感じですね。
ということで、じゃあ実際にね、その帯お見せしたいと思うんですが、どんな感じかね、まあ、かかってある帯は全部捨松さんなんですが、まあ、こういうね袋帯ですよね、これ。はい、袋帯ですね。袋帯で、なんか最初に思ったのが、あの手織りと機械織り両方やってるんで、捨松さん、その手織りと機械織りってどう違うのかっていうのをちょっと教えてもらおうかなと思うんですけど、はい、どういう違いがあるんですか？そうですね、まあ、あの今ここにかかってるのは機械織り、いや、手織りのものなんです。ここにかかってるのはもう手織りのものなんですけども、やっぱりその手織りの方がまず使える色数が圧倒的に多い、うん、はあ、そうなの。機械織りだと使えない色ってのはあるんですか？機械っていうのはその、まあ、シャトルですね、はい、横糸が飛んでいく、うん、そのシャトルをあの受ける箱っていうのが火箱っていうのがあるんですけど、うんうんうん、まあ、それに数に限りがあるので、はあ、なるほど。それ以上の色数をやっていくのは結構難しい。なるほど。最初にその横糸セットするから、はい、使える色が決まってるんだ、はい、それ知らなかった。なので、まあ、手織りっていうのはもうその自分たちの手前にこう糸を置いていく、火を置いていくので、まあ、理論上はもう無限大に色は使っていける。なるほど。そのじゃあ機械織りって何色使えるんですか？まあ、機械にもよるんですけど、まあ僕もね、もう聞いた話では12丁ぐらい、横糸の色の数が12色ぐらいがマックスの箱があるものが、まあ、結構その西陣では多い、あのその色数が多く使える。あ、そうか、その食器ごとに横糸で使えるその箱の数も8色だったり12色だったりするっていう、はいはい、でまあその12箱、まあ、あっても、まあ、そのこう往復していくので、うんうんうん、もうあのこっち側に受け手がなくなってしまったらその色が使えないっていうこともあるので、うんうんうん、まあ、なかなかそのマックスで使うことは難しい。へえ。ちょっと今の話はイメージ湧かないですけど、まあ使える数、色数に制限があると。はい。手織りはいくらでも使えるんですか？まあ理論上はですね。はい。まあそんなにはやらないです。そうですね。はい。なので、まあやろうと思えばもうこの一回ずつ全部色を変えて織っていくとか、あ、はい、まあ、そういうふうな織り方もできますし。なるほど。他にありますか？他はまあその、まあ、これはもう本当にこう、まあ、微妙なところなんですけど、まあ、あのなかなか伝わりにくいところかもしれないんですけど、あのやっぱりその風合いっていうのが違ってきますね。あ、はい、なんで違いが出るんですか？その圧力の問題、おかちゃん、まあ、機械っていうのはもう、 こう一定のスピードで、うん、あの動き続けて、あの、まあ、糸のテンションに関わらず、あの、まあ、こう自動で進んでいくものなんですけど、まあ、手織りの場合は、まあ、そのこう人の手が越していく、うんうん、まあ、あるいはその人が手で引っ張って、まあ、その火が飛ぶようなその飛び火装置というような形で、うんうんうん、まあ、往復していくんですけど、やっぱりそのこの手の感覚、この越していた手の感覚でちょっと糸が突っ張ったら少しちょっとこう手が自然と緩めたりとか、うん、まあ、そういうふうな織り方が、まあ、自然とこう、まあ、されていくので、やっぱりその生地の中で糸がまあ無理をしてない。なるほど。はい。ので、まあ、こうちょっと伸縮性があったりとか、でも、体に合わせた時に少しこう、ちょっとこう柔らかくこう当たってくるっていうような、まあ、そういうこう、その結び心地っていうのはすごく、あの、はい、言っていただきます。なんか、言い方悪いですけど、はい、下手な人がやったら機械織りより悪くなったりしない、手織りだと。あの、あると思います。あの、やっぱりその横糸をずっと一定にこう、打ち込み続けないといけないので、うん、やっぱり最初の裏が、あの、旗織りを覚えるときっていうのは、まあ、裏無地が、まあ、綺麗に折れたら一人、まずは、その、スタートラインで。一定で折れれば、なるほど、なるほど。そうか、裏地から始めるんですか、その、練習。まあ、無地を折るっていうのが、まあ、まあ、一番、まあ、初歩で、一番、まあ、難しい。なるほど。うちで言う胴裏から新縛りするのと一緒ですね。なんか、スタート胴裏からやるんですけど、一番難しいけど、まあ、なんていうのかな。基本が全部そこにあるみたいな。はい。なるほど。そうなんだ。それちょっと共通点ありますね。他はあります？手織りのメリット。手織りのメリット。まあ、これ、あの、まあ、その織り方も、まあ、いろんな織り方ができるっていうところですね。あの、まあ、機械っていうのはもうね、あの、基本的にはこう、長が自動的に打ち込みに行きますけど、うん、あの、まあ、この左側、右側になるですね。はい。の帯は、あの、横糸を織るのに、果物を食べるそのフォークを使って横糸を織っていきます。はあ、はい。
なので少しちょっとこう縦にこう島というかよろけのような地紋が浮いてると思うんですけど、あれはこうフォークで折ったことによって縦糸がこう寄ったり離れたりして、なるほど、折れてる地紋なんですね。なるほど、はい、なんかあの夏の気弱でもなんかお花見みたいなこうなんかとか縦枠っぽくなってるのとかあるんですけど、はい、ああいう感じなんですね。そうですね。まあ、その、おさ自体がこう、波打ってるものもありますけど、うんうん、まあ、これはそれをこう、手でやっていくので、よりこう、ランダムな、あの、動きをするんですね。なんか、そういうのって、なんかこう、見て、なんか好きってなった時の理由がわかんないですね。そう、ね。買う人にとっては。はい、なんか、ムラになってて、これ、例えば、そうじゃないのと比べた時に、こっちの方が奥行きを感じたりするわけじゃないですか、深みがある。はい。でも、なんでかわかんないのかな。そうですね。だから、僕らもその、まあ、もともとそのフォークで折り出したっていうのは、西陣にそのまあ手織りの中で櫛織りっていうその折り方があって、まあ、それはこう、柘の櫛を使ってこう、書きながら折っていくんですけど、うん、まあ、それをこう、さらに発展させて、よりこう、まあ、小切れっぽくというか、小切れがちょっとこう、朽ちてきて、経年変化でこう、組織がほぐれたりしたような雰囲気も、うん、まあ、そこがこう、まあ、わびさびの美しさをまあ感じて、まあ、それをこう、再現、織りで再現したらどういうふうに、まあ何を使えばいい風合いになるかっていうことを、まあいろいろ試して、まあ昔はそのなんか、櫛の刃を折って、間を開けて折ってみたりとか、うん、まあいろいろ試したみたいなんですけど、まあ、その中でその、まあ果物フォークってあの、細い刃と太い刃の、まあ2本刃になっているもので、こう書いていくと一番まあ面白い風合いになったので、まあ、それで、そんなことあんの？まあ、この、まあ、織物が生まれたんですけど。なるほど。で、まあ、とりあえず次の商品行くか。夏帯もあって、その夏帯行きます？捨松の夏帯。ね、こんなんとか、そう、そんなんとかね。これ、花も、これ、奇境ですよね、多分。秋草を、秋草、はい、集めてます。はい。秋と奇境と、はい、確かに。こういう図案を、じゃあ、捨松さんの中で自分たちで考えてるってこと？そうですね、はい。これはこれ何？これは、まあ、あの、銀の刃文っていう名前になるんですけど、はい。まあ、もともとは、あの、そういう銀細工の、はい、ものから、あの、まあ、イメージを得て、少しちょっと細い線だったりとか。へぇー。なんか一個の図案考えるのに、どれぐらい時間かかるんですか？芯柄。そうですね。まあ、あの、ものによってはやっぱり1年ぐらい構想、時間をかけて作っていくものもありますし、やっぱりこう、まあ、微妙なバランスを考えたりとか、やっぱりそのね、あの、折った時の、あの、まあ、使える色数とか、まあ、そういうものも出てくるので、まあ、そのあたりも考えながらこう図案を描いていかないといけないので、うん、まあ、そのあたりも、含めて何度も書き直して、本当に時間がかかるものはもう1年ぐらいかかって、まあでも確かに図案勝負ですよね。その図案がヒットすればすごい売り上げ立つし、はい、いまいちだったら一本も売れないとかもあり得るわけですよ。ありますね。まあ、ね、怖い世界だよね、はい、それ。やっぱりその図案の書き方にまあそのまあこだわってやっていかないと。そこからその門っていう、まあその、うんうんうん、要はその門っていうのはもうどうしても解像度っていうと落ちてしまうものなので、うんうんうん、まあその中で、こう、いかにこう、その図案の良さをこう再現するかっていうところが、まあ一番、まあ悩むところですし、図案がもともとが良くないと、やっぱり門にしたところで良くなることはないっていうことですね。うんうんうん、あの、詳しくはあの、京都行った時の動画見てほしいんですけど、その、版画にしてかすれた感じとかを再現するみたいなことまでやってて、なんか、そこまでするんかいと思いましたけどね。そうですね。すごいなんか見えるかどうかわかりませんけど、あそこの黄色の巣、はい、あれで、ね、はい、見えるかね。ちょっと遠いかもしれない。あれは版画っぽいもの。そうですね。ちょっと柄の縁っていうか、かすれた感じ出してますもんね。そうなんです。あれはまあ、もともとの図案がそういうふうなかすれがあって、まあそれを織りで再現していると。へぇー。すごい。まあだから結構その帯とか、まあ着物にもありますけど、日本の昔の絵をこう、
モチーフにした帯って結構あるじゃないですか、はい、風神雷神とか、はい、ああいうのもやっぱこう元の絵からを再現するみたいな感じなんですね。じゃあそうですね、色合いとかも、はい、すごいよね。伊藤若冲とかねよく使われるし、そうですね、そう田原屋さんとかね、はい、まあリンパとか、まあいいや、なんか木村さん的に印象に残ってる帯ってありますか？そうですね、これちなみにほらこれ色違いとかあるんですよ。色違い、いろいろある。まあ、同じもんでもね、本当に色が変わると全然違うものに見えます、ね、はい、使う場面も変わるような、うん、はい、どうぞ、はい、こちらですね。それ、うん、紫色っぽい色に青いですよね、これ。はい、なんで印象に残ってんですか？まあ、これはあの私がその捨松に帰ってきて、まあ、最初にあの配色をした帯です。へー、これ配色はもう本当にゼロから考えるんですか？地色を紺にしてとか。そうですね。あの、まあ、もともとの図案、まあ、紋っていうのはまあ、あるんですけど、まあ、それをこう、どういう色でやろうかっていうその組み立ては、うんうん、まあ、この配色が出来上がるまでは、あの、この、まあ、配色をするときにはこの帯はないので、うん、やっぱりその頭の中で考えて、やっぱりまずはその地色から出発することが多い。これってなんかイメージ、ね、塗り絵みたいな感じで配色考えるんですか？はい、この地紋の柄がこう、紙にあってそこをこう塗っていくみたいなことはしない？あ、でも今は結構そういう風にしたりもしてます。なんか塗り絵っぽくやった方がなんか、こう、いろいろ試せるなとか思っちゃったんですけど、はい、柄はこう変わんないわけじゃないですか。そうですね。紋紙があるから。はい。ただまあ、あの、まあ、紋図の方をまあコピーして、その上にちょっと色を置いていって、まあ、あの、大きくちょっとこう、まあ、見て考えるっていうこともありますし、あるいはその糸棚の前に立って糸をこう置いていく、へー、はい、ような形でも配色をしていきますね。そうか、実際の糸をちょっとこう配色考えるときに並べてみてみたいな、はい、まあ、こんな感じでここにこう糸を置いて、まあ、こう紋図の上でここにこの糸を置いてっていう感じで、じゃあ何色か持って、そうか、僕あの個人的に紫とグリーンの組み合わせすごい好きで、はい、この色の配色すごい好きなんですよ、なんか。あ、このあたりの。そうそうそう、そう、はい。まぁ、あ、ちょっとこう、あの、なんか、このあたりにその渋さを、まあ、入れて、でも、まぁ、あ、その赤とか、まぁ、あ、その紫とか、そういうちょっとこう、強い色なんかもこう使いたいなっていうのがこう頭にあって、まぁ、その中でも配色をしていったんですけど、個人的にも結構この、おはようございます。真壁さん登場。個人的にもやっぱりここの緑とこの紫っていうのは、うん、あのこの配色の肝かなと思ってます。うん、いや、すごい。その、はい、僕も割と自分のコーデでもやるんで、うん、紫の羽織にグリーンの羽織の紐つけたりとか好きなんで、おしゃれ。これあれでしょ？あの、さっき聞いたんですけど、京都の電車に飾られてるんでしょ？あ、そうですね。あの、おととしになりますかね。あの、新型車両が、あの、まあ、入りました。その中の、まあ、先頭車両のところが、まあ、その伝統工芸、京都の、うん、まあ、伝統工芸を紹介するという、まあ、車両になっていて、まあ、その西陣織を、まあ、その、紹介するというところに、実際この、あの、帯地の切れ地が入ってます。なるほど。その、それ、ちょっと何線？ちゃんと京都の人は見てるから。京都の烏丸線。烏丸線の走ってる一両だけいるの、はい、それ一両だけ、ね、あ。ちょっと待って、烏丸線走ってる車両がいっぱいあるじゃないですか。はい、それの全車両の一両目、はい、いや、一両だけなんです。一個だけなんだ。はい、一つだけ、その京都の伝統を飾ってある電車の中の一号車ってことだったと思います。はい。どっかにあるんで、はい、あの、皆さん、ウォーリー的に探してください。これを見つけたら、あの、すごい、あ、これだっていう感じ、はい、あの。その車両はなんかこう、まあ、持ち手のところが北山杉が使われてたりとか、全体的にこう、あ、じゃあ京都の人知ってるでしょうね、結構。見たことあるとか、あの、乗ったことあるっていう方もおられると思います。なるほど。捨松さんのこの、木村さんが最初に配色した帯が飾ってあるらしいですよ。まあ、あの、運よく見つかったら、この柄探してみてください。なるほど。他にあと、帯の種類的には、あと、袋帯、これ、京袋か。はい。これ、京袋って言って、
まあ、一重太鼓の袋帯ですね。名古屋と袋帯の間みたいな。袋帯的に考えると太鼓が一重太鼓の長さだし、名古屋帯的に考えると、名古屋って普通前半分に折って仕立てるんですけど、あそこも全部裏地がついてるって思えばいいかな。まあ、それを僕らの世界では京袋って呼ぶんですけど、一重太鼓の袋帯。このね、柄も昨日来たお客様ですごい皆さんいい、いい言ってて、ね、ちょっと紹介しようかなと思ったやつなんですけどね。うん、まあ、あの気軽にね、あの、まあ、一重太鼓なんで、シャレ帯として使っていただいて、まあ、柄行きは、まあ、袋帯の、まあ、柄ということで。なるほど。はい。ね、はい、この細かいやつは、うん、近づいて。これも袋帯ですよ、これ。すっごい柄細かい。もともとはあのペルシャの絨毯の模様をモチーフにしてるんですけども、まあ、うちの中でもあのとびきり細かい織りで細かい、はい、再現してます。まあ金額は今日は言えないんですけど、そんなに高くないです。他の薄引きとかに比べると、はい、そんなに高くないです。まあそんな感じですか。なんか糸とか見せてもらうんですか。はい、なんかあの、京都行った時の動画の中でも一番僕が感動した色の数が半端じゃないっていう。はい、一部なんですけど、実際にあの帯を折った後に、まあ、はい、残した糸たちですね。実際使ってちょっと余るから、それを取っといてるんですか。はい。すごい数ありましたからね。あの、捨てますね、行った時。なるほど。っていう感じで、これ一応プレミア公開してるんで、ここに皆さんチャットがついてると思うんですけど、最初に言えばよかった、これ。あの、そのプレミア公開の様子をですね、あの、木村さんと一緒に飲みながら見るっていうのは今回の遊びでございまして、あの、できれば彼にもコメントを途中で入れてもらおうと思ってますが、はい、頑張ります。ということで、展示会ね、月曜日までやってますし、捨松さんも月曜日まで展示してるんで、来られる方はぜひ見に来てください。実物見るとね、また全然違うんで、あの、数もね、今回すごい気合い入れて揃えてもらったんで、あの、なかなか、木村さん自身もうちの店よりもいっぱいあるなとか言ってたぐらいなんで、あの、ぜひ、見るだけでもね、なかなか貴重なんで来ていただいたらなと思っております。ということで、木村さんなんか最後にありますか？あ、はい。あの、まあね、今回初めて、あの、こうやって、まあ、YouTube も始めて、あんまり出ないキャラですから。はい。はいはい、まあ、ちょっと緊張なんかもして、なかなかうまく伝わってるか心配なんですけど、実際ね、あの、見に来ていただいて、実際触っていただいて、本当にあの、これだけ、あの、製造で見ていただく機会も本当少ないと思うので、ぜひ、あの、足を運んでいただければと思います。はい。お待ちしてます。ということで、バイバーイ、みんな待ってるよ。動画をご覧いただきありがとうございます。だるま屋では、着物の丸洗い染み抜きをはじめ、仕立て直しや染め直しなど、いつでもご相談に応じております。 LINE やお電話でお気軽にご相談ください。 LINE の友達追加の URL は本動画の詳細ページもしくはコメント欄に記載してあります。また本チャンネルのチャンネル登録よろしくお願いします。コメントも、見たよとかね、面白かったですとかね、そういうコメントいただけると励みになりますのでよろしくお願いいたします。では次の動画でお会いしましょう。バイバイ。